一流シェフの皆様、今日は指パッチンで呼ばれるのやだな。指パッチンっていうのなんか何でしょうか、お客様。あ、乗った。今日は素敵な料理をお召し上がるじゃないわ、作っていただきますわ。はい、本日やるゲームはこちらでございますわ。はい、おもちゅう。おもちゅう、はい、これですね。はい、こんな感じで有機野菜使用、じっくり煮込んだデミグラスソースのハンバーグ、半熟卵を添えてみたいな、はい、メニュー名を作ってええ感じにして、うん、みんなから評価を勝ち取るというゲームになってます。これは美味しそうなの作ればいいのね。そう、美味しそうなのを作ればいい。なるほど。じゃあ準備をしていきましょう。結構ちょっと準備がいるんですよ。はい、ね、まずはこの表現カード。表現カードめちゃくちゃある、ね、めちゃくちゃあるんだよ。この表現カードにね、まあ、練り込んだとかね。ああ、そうそうそう、選べるのか。そうそう、シェフ自慢とかね。まあいい感じのキャッチコピーがある。それは自分で作るんじゃないなら。そうそう、自分で作るんじゃないんですよ。トリピーがちょっとホッとしてますね。なんかもう俺が作ったら春野菜と排水口に詰まった髪の毛の野菜炒めとか。おお、いいじゃん、いいじゃん。よくねえだろ。よくないよ。いいじゃん、絶対よくない。動画としてはいいじゃん。だけどこれまず配ります。はい、何枚あるの今。何枚、これで8枚ちゃうかな。あ、そう、これで8枚僕になりました。よし、8枚。はい、よし、まず表現カードが配られます。はい、でこれ山に置いときますと、はい、でさらに料理名カードっていうものもあります。これは普通に料理ですね。はい、はい、これが天ぷらメインになる料理に、天ぷらぐらいあると。はい、天ぷら、これは何品なんと、これ1品です。はい、でさらに、食材カードというものもございます。へー、はい、これ食材カードは誰に尽くせりだね。この料理に添えられるやつですね。石焼きビビンバの鮭を添えてとかね。あー、なかなか見ないけど。まあ、そういうことにもなるかもしれないですね。これね、3つに分けておくらしい。へー、はい、でですね、はい、これ順番がいろいろあって、料理名カードはランダムで選ばれて、それに対して自分で表現カードをこう配置して、うん、で一番最後に食材カードが来るんだよね。へー、例えば料理名がまず人にボンって配られて、カルボナーラです。ああ、はあ、はい、カルボナーラで自分の表現カードから、暑い日に食べたい、濃厚カルボナーラ、めっちゃいいじゃん、何々と相性抜群とか、まあ、こんな風にしとくんだよね。で最後にこれ置かれるっていう。なるほど。そうで、女子だけ自分でつけていいらしい。何々と相性抜群。なるほど、うん、順番は決まってる。料理が来て最後に食材、順番自分で決めていい。あ、うん、で、出来上がった料理に対して、自分のいいと思った料理に投票するようなスターを配っときます。少し可愛い。じゃあ行きましょうか。お願いします。はい、じゃあ料理名、これね、料理何引いたか発表してください。発表、はい、砂ザメが作る料理はこちらです。ミートソーススパゲッティ。いいじゃないですか。みんな大好きミートソーススパゲッティですよ。フルコンはカツ丼です。カツ丼はもう決めたわけですね。嬉しいわこれは。いいよ、オムライス。あ、いいじゃない。俺のためドロー、ペペロンティーノ。いいですね。じゃあオムライスかわいい。はい、焼肉定食。あ、いいですね。じゃあここで、うん、今から1分間で、はい、料理名を作ってもらいます、はい、が、まあ時間多少かかってもいいよ、はい、なるほど。了解です。せっかくなんでね、食材をどこで挟むかっていう、ね、そうなんやな。まあこれしかないかな。あとはもう運に任せる。OK、これでいこう。じゃあ発表会の時間でーす。はい、はい、はい、じゃあ私の今回作ったミートソーススパゲッティ、やっぱミートソーススパゲッティは具材が大事ですね。はい、うん、やっぱみずみずしい、うん、やっぱあ、みずみずしい野菜が入ってる。みずみずしい、めぐり好き、みずみずしい、攻めたな。みずみずしい温野菜。ミートソースはやっぱ、ね、はい、野菜の甘みって、はいはいはい、旨味成分なので、まあ、みずみずしい温野菜の甘みと、甘みとは入れちゃダメです。あ、そうだ、温野菜とね、みずみずしい温野菜と、勝手な表現入れないでください。危ない危ない危ない、料理長から。スパイシー、まあいろんな味わいがね、はいはいはい、スパイシーな、いいな。例えば
シェフ、はい、おかしいよこのキャビアですけどね、そんなの。なんか変な味するんだけど。いやちょっとピリ辛な感じのキャビアさん、まあ、珍味だから、ね、キャビア食べたことないでしょ。キャビアメイン貼れると思うんだけど。キャビアちょっと辛いんだよ。みんな食べたことないの、食べたことないとか言うなかったこと。噛めば噛むほど旨味溢れるミートソース。はい。いう感じで。キャビアの賞味期限がちょっと気になるところもありますけどね。いやいや、まあまあ、キャビアはスパイシーだよ。食べたことないでしょみんな。温野菜で成功したのに。そう。では、食材カードはじゃあもうここから2枚でいいや。はい。はい、ポンポンと置きます。はい。いきます。はい。まずは奇跡の融合。え？肉汁あふれる。おキャビア。おいおいおい、このブロッコリーやばいって。肉汁あふれるブロッコリーと。怖い怖い。すごいな、トリコの世界だな。なんか生生やばいよ、リスクあるよ。鮭生鮭肉はどこにあんの？とろけるカツ丼。それはとろけるかもしれない。生鮭入ってんの。生鮭サーモンだから意外といける。生鮭のとろけるカツ丼です。ちょっと、はい、肉どこにあるんですか？肉はまあまあまあカツ丼ですね。肉と魚か。これちょっとだいぶあれだね。いや攻めすぎたな。はい、肉汁ブロッコリーだけが分かんない。じゃあこっちに行かせていただき、じゃあ私のオムライス、はい、いきますよ。食欲そそるオムライス、はい、これはですね、あのフランス料理っぽくですね、しっとりおホタテ。まあ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 、まあ、ホタテしっとりはいいよ。しっとりホタテと柔らかそう。相性はと茹でた、茹でたホタテと茹でた豚肉。もうちょっと欲しい。ドリンクセット。なんかいやでもオムライスにホタテやばいかもしれない。最後ドリンクセット急になんかデニーズ。急に大衆ファミレスになったよ。チキンライスに豚肉も入ってんじゃない。ほう。すいません。それでは、私の本日の、手に、はい、手によりをかけたお料理紹介させていただきますね。はい。ペペロンチーノなんですけれども、これ左から開けないといけないですか？まずまあ、なんだ、よくないどうから。うまーしたっぷりのペペロンチーノでございます。はい、ただしかしちょっとねこだわりの食材を入れてるんですよね。何？それがですね、爽やか。はい。爽やかな爽やかキャベツ。うまーじたっぷりペペロンチーノ。めちゃくちゃいい。ペペロンチーノキャベツだね、確かに。そして舌触りの良い、はい、何を添えるか、はい、ネギ。まあ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 、まあ、いい、まあ、いける。もっと変なの来いな。いける。邪魔はしなさそう。邪魔はしないわ。まあ、うん、ありだね。ありだわ、うん、ネギありだわ。こういう時になんかおもろいの引けないんだよな。無難な料理ができたな。あ、無難にやったんだ。キャベツとネギか。別に普通にいけるな。いや皆さんお待たせいたしました。はい、本当にね、クズばっかですよ今までの料理は。うそ言うね。やべえこの野郎。なんだ。いやー、お待たせしましたね。私の料理に下の超えた皆さん、どんないいものが出てくるんでしょうね。はい、いきますよ。はい、ランチ限定。おお、あ、でも確かにこれにかかってる。ちゃんとリンゴ。まあまあデザートね。リンゴライス付き焼き具。ライスにかかってますから。リンゴライスですかこれ。リンゴライスか。まあ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 、甘みのあるライス。最低保証でちゃんとライスもついてきますよ。なるほど。焼肉定食。焼肉定食でライスつかないのやばい。当然ついてるかと思った。丸ごと、はい、丸ごと何だ。リンゴライス付きセロリ。丸ごとセロリ。丸ごとセロリ。丸ごとセロリ。俺マジ地獄だ。泣いちゃうわそれ。絶対食べんもん。食べない。ハードル高いな。じゃあ良かったと思う人に星を一つ捧げてください。食べたいもんなんすか、面白いもんなんすか。それはもう自分で決めよう。あー、なるほど、うん、じゃあ行きましょう。はい、せーの。はい、はい、まあ、丸ごとセロリから、まあ、ペペロンチーノから、まあ、何を食べたい。ペペロンチーノ2。トリッピー3票、おにぎ1票と、そうはね、あと1票足りなくない？ペペロン入れた。あ、ペペロン4票か。4票か。4票。4票。おもんなペペロンチーノ。ペペロンチーノ。食
粛を、ね、みんなはね安定求めてるんだよ。だよ安心だよ。だから失敗したくないもん。だよ食べたくないもん。俺これ食ってセロリ残す。あの悪いけどリンゴも残すかもしれない。ソースの語り具合によっては2周目行くぜ。了解です。じゃあ使った分だけ補充しまーす、うん、あ、2、3、4、うん、あ、いいね。5、6、7、8、3、はい、3枚ドロー。いや、どういうカードがあるのかちょっと分かってきたね。おー、うん、なんとなくね。じゃあ次トリッピーカーにしようか。 OK です。はい、うん、はい、じゃあ俺から料理名カード引いてきますね。はいはい、エビピラー。あー、もうエビ入っちゃってるな、これ。そ、まあ確かにそうだね。で、提督から、じゃあ次、はい、引きます。はい、生姜焼き。いいね、美味しそう、ね、美味しそう。次はじゃあ砂ザメ引きます。蕎麦。あ、これは蕎麦ちょっとむずいぞ。添えにくい。食材添えにくい。天ぷら以外できてる。もうネギ出てるし。あ、うどん。蕎麦、うどん。ラーメン、ラーメンからの餃子。餃子添える方やんね、餃子。餃子。ほほー、どうしようかな。俺これだ。俺もう決まりました。絶対これ。あ、私も決まる。もうこれは、うん、もう行きます。もうこれで行く。俺は。はい、それでは私が作った料理から紹介させていただきます。お願いします。私が作った料理はですね、食材カード真ん中とか取っちゃおう。あ、いいね。ここら辺を入れちゃって、まずはもう一番最初のシンプルはここから切っていきますね、うん、はい。何度も食べたいエビピラフでございます。ただその代わりこだわりがございます。うちはですね、低温で調理した、おーおー、低温調理、こちらの食材を使っております。白身魚。あ、いいんじゃん。そして、まあまあ悪くないね、高温で調理した。あ、すごい。こちらでございます。すごい。くい。新鮮。でもまあ、だって。まあまあまあ。まあいける。なんで俺こっちさ、なんか無難やな。食べれるんだよね。エビと別に白身魚食べれそうだから。いけるね。これこのままだとまた俺が無難やな。しまうぞ。まあ美味しそうだね。白身魚低温で大丈夫っていうのがあって。これまた、はい、じゃあ次いきます。あ、ビスペン料理。はい、はい、はい、ということでね、お焼きも作れる、はい、お待たせいたしました、はいはい。本日はこちらの料理出させていただきます。はい、まあこうがいいかな。はい、じゃあ最初から北海道産、はい、北海道産、北海道の何を使って、これ大事だぞ。魚介でしょ。作ったな。待って、これいいぞ今、うん、でも生姜焼きにしちゃうでしょ。松茸を生姜焼きにしちゃうのか。香りが北海道産松茸と五感に語りかける生姜焼き。五感、まあ大五感。もう鼻と口以外にある。松茸の香りが全くしないけど生姜焼きの匂いしか。そしてこだわり仕込みの、はい、来た、こだわり、これ大事だよ。厚切りベーコン。おお、いや、まあ、肉肉しい。肉肉しいね。肉に肉を添えるスタイル、ね、確かに、うん、でもこれはちょっと正直全然、うん、昼ランチで来ても全然いけるわ、うん、全然いけるね。竹もったいねー。これ多分継続取るのデッドイード。そばとかうどんに合うやつないからね。ないこれは無理よ。じゃあみんなハイリスクじゃなくてハイリターンは来ないんです。なるほど、うん、なので私はもう決め打ちしました。うん、決め打ち、決め打ちだから、あのちょっとこれが濃いと、これが濃いっていうやつ、ね、あるの、なるほどね、ある、うん、もう絶対期待してる。うん、あるか分からないのに。やっぱりそばだから、まあそばって言ったらもうなんかその天ぷらとか、確かに、ある程度限られるわけですよ。わさびとか、もうサクサク、あ、うん、天ぷら、天ぷら狙ってる、狙ってる、サクサクの聞いたことない、聞いたことない。まあ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 、すごい、聞いたことない、すごい矛盾があるけど、あるなら食べてみたい、食べてみたいけどね。サクサク、あとは有機野菜使用の、はい、やばい、今度はあのトロトロ。逆だよ、逆だよ、トロトロ半熟卵だった。これでまあちょっと天ぷら食うの、はい、これは有機野菜塩トロトロの、まあちょっとなんかお野菜的なやつをね、いくから、ここで有機野菜を使用してますよ、うちは。なんて言ったってエビ。あー違う、これは違った。サクサクのエビの方が良かったね。逆だった、逆だね。あー逆だ、2分1負けてる、逆だ、2
ね、イグイチ負けた逆だね。サクサクのエビとトロトロの半熟卵だったらもうユキヤさんだけど、ね、惜しい惜しい、めちゃくちゃ惜しい、めちゃくちゃ惜しかった今、めちゃくちゃ惜しい、わけわかんない食べ物ハイリスの方だったいやくそー、麺の威厳は私が保つ、うどんいきます、はい、まあストレートに前からいきましょう。はい、あっさりとした、大事だよ、ね、何が来るんだ、まあ、あっさりとした生姜、ああいい、まあまあまあ、まあ、生姜全然あるよ、まあまあまあ、全然いける、まあ、あっさり生姜、つゆだくのうどん、あ、はい、いいじゃん、はい、いいね、ね、この後半の食材で決まる、ね、やみつき、もうこれもきゅうりよ、やみつききゅうり、チーズ、うどんにうどんにうどんにチーズ、テイクアウト OK だぜ、あーいやー、チーズいらんかったな、あっさりが台無しなんだけど、どこってるコンセプトがわからない、いいの来てくれ、チーズいらなかったな、いいの来てくれ、頼む、はい、これ、うん、美味しい餃子を皆さんに提供させていただきますよ、 お尻に餃子ね、お尻に餃子でいきますと、はい、でまずは、学生大歓迎ですね、中華料理屋なんで、コンセプトは決まったね、はい、学生大歓迎、パンチのある、お、うん、やっぱ濃いめの味かな、やっぱガーリックガーリックエリンギまだ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 いける、ジューシーな、あ、もう肉肉肉肉、トマト、合う、熱々餃子あれ全部あっさり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 、リンギトマト餃子学生が食わん、もっと味の濃いこってりを食える、こってりの濃い、冷蔵庫にあったもん出してきたデリンギあったし入れてみたいよジューシートマトはもう全然 OK だったけどね、そうね、あ、じゃあどれかというとですね、うん、皆さん、はい、心は決まりましたでしょうか、どうしようかな、じゃあ、はい、せーの、はい、はい、という嘘してるじゃん、だってうまそうだもん、うまそうだもん、俺シンプルに、俺これ五感に語りかける生姜焼きっていうフレーズめちゃくちゃ好きだった雰囲気あるけど、メニュー表にあったら絶対頼む、五感に五感ってなるけど、まあまあ今回はね、シェフ、一流シェフのトリッピーが、よし、この星を、星をめちゃくちゃ次ラストしましょう、はい、ラスト試合いきましょう、はい、表現カードを補充してください、うん、次はじゃあね、まあ推しからいこうか、はい、まあ、はい、なんとなく、じゃあいきます、はい、はい、私の料理はこちら、どん、お子様ランチ、 お子様ランチいいじゃないですか、お子様ランチね、ウィンさんとか来ればいいよね、次俺かな、おもちゃ添えよ、はい、見ていきます、お、フライドポテト、すごいな、サイドメニュー、サイドメニューになんか挟まないといけないな、これ勝てねえかもな、レジェンドサイドメニューを作る、はい、こんにちは、じゃあ竹尾いきます、料理を、はい、明太子スパゲッティ、おー、いいじゃないですか、いろんな具材が入る、いろんな具材が入りやすいやつがいいな、せい、おー、サーロインステーキ来ました、もう何入れたっていいやつがいい、鍋とか来ない、うん、鍋来い、ドン、シーフードドリア、あ、まあ、魚介、まあ、海幸なら何でもいいな、そうだね、牛肉と鶏肉のシーフードドリアとか出ないから、神食材来い、頼む、うん、いじゃあ、これ、ふん、頼む、おっしゃはい、それでは、はい、はい、マオシェフ発表お願いします、はい、本日はですね、お子様に楽しんでいただけるようにですね、お子様ランチございますが、はい、まずはですね、パンがちゃんとついておりますと、おー、お子様ランチパン好き、そして柔らかいパンだ、ランチはですね、ものすごいいろいろなとても素敵な食材ついております、のど越しのいい、のど越しのいい、これはい、梅干し渋いなー、それとですね、油で揚げたたっぷりの、おう、さつまいも、いける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 、さつまいもありありあり、甘くて美味しいね、いけるいける、割と梅干しも、梅干しも、のど越しのいい、梅干しが結構のど越しでは楽しまないかもしれない、のど越しのいい結構攻めた、じゃあ次私、はい、行きましょうかね、これは、え、のど越し行くない、すげえなんか最終魔法映像してる今回私、フライドポテトですね、はい、それではやっていきます、はい、人気ナンバーワンボリューム満点何度も食べたい揚げたてフライドポテト、お前1個使ってください、そんなのありますか、ありますあるんだ、ごめんなさい、1
個使ってください。なんだそっか、まあ、じゃあこれ消しますよ。何添える、はいです、添えましょう、はい、新鮮おういや、まあじゃあ2個添えようかな。あ、そうな、あ、何度も食べたいとか入れちゃおうか、最後に。いいよ、さすがにね、あれ怒られたんでね。そう、怒られると思わなかったな。じゃあこれでいきます。パワーでご利用ししたな、はい、いきます、はい、新鮮、はい、人参、人参、おー、人気ナンバーワン揚げ止めフライコールドで、いい、ね、何度も食べたい何々を添えね。パクッて急に食いたくなくなった。だったら欲しかった。だからあんなに呼び込んでた。添えなくてよかった。パクチーだけは新鮮人気すごいわ。パクチーひどいよ。パクチーだけは無理だわ。これはパクチー無理だ。パクチーは結構鬼カードやな。パクチー合わん人は合わんからな。これは絶対、はい、これうまい。俺明太子スパゲティ一番好きだもん。はい、はい、じゃあ行かせていただきます、うん、まず食材カードね、まあ、うん、こっちから取りましょう。はい、まあどんなスパゲッティか、明太子スパゲッティか、はい、あー、こっちからね。白ワインを使ったブルゴーニュ風明太子。うまそう、美味しそう。でもブルゴーニュ風わかんないけど、うん、確かにレストラン行った時にこれなんだろうって思うような風、わかるでしょ、わかる。うん、ちょっと高そうな、1500円ぐらいです。そうだね、確かに、はい、高い。じゃあ表現カード、こっちの頭の方からね、いきます。ごま油香る、あ、いいよ、頼む。牛肉、まあ、明太子パスタだが、いやいや、もういいぞ、まあまあまあ、ミディアムレアごま油香る牛肉とミディアムレアのナス。あ、逆がいいな ナスはちゃんと火を通してほしいな。あと牛肉ごま油がベトベトになるから逆だったら超最高でしょ。ありがとう。私が僭越ながら吟じましょう。はい、はい、このサール、まあ、サーロインステーキ限定10食ですね、うん、で引かれる、引かれる。ちょっとじゃあ真ん中のここの下あたりからいくか、うん、はい、限定10食のこのサーロインステーキ、なんと浅摘みの使ってます。浅摘みのキムチ。浅摘みのね、来るもんね。まああのキムチ作るで、蔵からね、蔵のキムチを朝摘んでくるわけ。 あれ摘むって言わん。摘むの、摘んだ、かつうま辛で箸が止まらないキムチ。キムチそれキムチじゃん。めちゃくちゃキムチじゃん。それキムチじゃん。めちゃくちゃキムチじゃん。まあでも牛だけだと満足いかないあなたに、鶏肉もあるよ。やっぱたまにありますよね。牛と鶏の、あいにくね、あいにく、はい、あ、キムチ逆だ、逆だ。浅摘み鶏肉もいい。浅摘み鶏肉もちょっと嫌だけど。嫌だけどね。死んだ時間を教えないでほしい。著殺時間。浅摘み野菜じゃなくて無理っすね。ほんとまずそうな料理ばっか作りやがってよ。あ、最後締めてくれ。締めるわ、はい、やっぱね、ウルコンシェフがね、シーフードドリアはドボンがあるからな。いますよ、はい、シーフード以外がドボンだから。まずこのシーフードドリアおかわり自由です、はい、すごい、すごい、すげえな、ね、そんなんねえぞ。ないよ、シーフードドリアおかわり自由ないでしょ。、うん、ね、熱々鉄板焼きのシーフードドリアです。はいはいはい、はい、自由、はい、で何入ってんの。はい、3日間熟成した、おお、お、タコ。おお、でもシーフードドリアタコ、いい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 、魚介寝かせるとお前って言うし、こだわりのタコじゃん。炭火で焼いた、え、これタコ美味しそう。肉きたら、魚介きたら、肉きたら、はい、炭火を焼くな。炭火でもさっぱりしてそう。意外さっぱりしてる、いけるんか、意外といいよ、いけるんか。いやでもすだちを炭火で焼くな、炭火で焼いたすだち、いや分かんない。ちなみに俺徳島人なんで、出身徳島なんですけど、マジすだちめっちゃ有名なんですよ、うん、あのね、ほんとに何にでもかけます。味噌汁とかにも入れます、すだち。いいですよ、俺の母ちゃん味噌汁にすだち入れてるんですよ。炭火で焼く、だから意外と炭火では焼かない。じゃあ絶対焼かないわ。絶対焼かんや。本場の人間が言うとおり。さあ
投票していただきましょう。はい、最後に残された一星が、はい、あれ私星がない、ちょっと星が星がない、まあまあ、いや、ちょっと、いや、俺これ砂雨、はい、の星だった、これそうだよね、はい、ごめん、どこがいいかな、なんかね、みんなミスってたんだよな今回俺ごめんなさい、もう忘れてたからパクチーフライほどごめんだけどそこには入れんからせーの、まあ、俺かな、シーフードレースだっかな、梅干しもらった、やったー、喉越しの梅干し、梅干しが渋ってよかったね、食べてみたくて、子供どういう反応するんだろうと思って、何これ酸っぱいけど飲めるよ、お子様ランチにいるもんじゃないからってなわけでですね、はい、得票数は、トリッピーが1位で、あ、そうだね、俺が最初にシェフです、はい、それではね、パクチーフライドポテトの優勝、よっ、6つ星でした、そして星なし砂ザメ、あー、箸が止まらないよ、それ逆だったらな、いや、逆だったらな、エビと半熟卵が、浅摘み鶏肉は嫌だ、浅摘み鶏肉やばいじゃん、屠殺時間が分かるの、やめてくれ、屠殺時間、じゃあ炭火焼きすだち作ってみます、作るな。